今回は超能力について考えます。一口に超能力と言っても多種多様でテレパシー予知投資千里眼念力念動力等々この中で絶対不可能なのが瞬間移動これはいわゆるワープとかテレポテーションの類ですがワープを考えると光などがワープすることは実験で証明されており 新たな通信手段としてて研究されているものです。しかしそれは光の話であって物体の瞬間移動には無限大のエネルギーが必要となるので不可能です。これは特殊相対性理論で証明されています。仮にチェレンコフ公のように重力の影響を受けずまっすぐに進むことができたとして地球上で得られる効果は 数千億分の1秒程度短縮されるだけでテーブルの上のリンゴを一瞬で数千億分の1トル動かしたところで誰も気づきませんテレポテーションに関しては SF の中のお話として聞くしかありません日本で初めて超能力を科学の視点から研究を始めたのが福来智吉です映画リングやに登場するは 彼の実験に協力した高橋貞子から取っています。彼が活躍した20世紀初頭は科学万能主義で科学的に証明できないことは全て否定されましたから彼の研究は他の科学者からは非難合々でした彼に協力した三船千鶴子は批判に耐えきれず自殺しましたところで私は投資や年賀に関しては肯定的です 三船千鶴子の千里眼に関しても同様に肯定的です。例えば千里眼。先日、世界で初めて撮影に成功したブラックホールの写真もある意味千里眼と言えます。普通の人が見えない、遠くのものが見えるのは不思議ではありません。実は、普通の人も見えているけど自覚していないだけなのかもしれません。人が目で捉えた映像は、 一旦脳内で変換さされれ認識されます。言葉も同様です。普通の人よりも視覚や音感が鋭い場合普通の人が見えないものが見え聞こえない音が聞こえたとしても不思議ではありません。ですが当時の科学にはそういった寛容さはありませんでした。超能力者として真っ先に頭に浮かぶのはスプーン曲げのユリ・ゲラーですよね。 のちに、あれは、誰でもできることが証明され、彼も、今では、ただの人扱いです。しかし私にはできません。だって、私人間じゃなくボイスロイドですから。とか言ってたら、鹿児島をが、俺は、クロワゼットが本物の超能力者だと思うとかほさき出しました。そこで、クロワゼット、ジェラール・クロワゼを少しググると、 行方不明の7歳の児童を超能力で捜査し、5月5日放送のテレビ番組、水曜スペシャルで、水下たよ、山倉ダム、千葉県市原市で発見した視聴率は35%。これを鹿児島は見てたようですね。確かに、テレビで映し出された水面に浮かぶ赤い服を着た女の子の遺体は強烈でした。多分今なら、ぼかしはマストです。 ただ、クロワゼット氏は、警察から、捜査状況を詳しく聞いており、捜索していないのが、池の他数箇所だけだったようで、彼が、池が怪しいというのは、当然で、多分、私も、そう言うでしょう。警察も限られた人員で捜索しているわけですから、優先順位をつけてやるしかありません。ただ、昨年スーパーボランティアとして、 一躍時の人となった小畑春夫さんの嗅覚同様クロワゼット氏の嗅覚も鋭かったと言えるかもしれません。これは超能力者というよりも一流のプロファイラーと言えるかもしれません。と褒めようと思ったらウィキペディアにはなお山倉ダムは同日に警察が捜索する予定であったなどの当時の捜査状況などを調査したところ 彼が超能力で発見したのではなく偶然のまぐれあたりだと解釈されているということでクロワゼット氏が見つけなくともその非警察が行くはずだったから見つかったであろうということですね次に念写を考えますいわゆる念写というものは眼光紙やカメラのフィルムに文字や映像を焼き付けるというものですがこれはトリックを使えば容易にできます 例えば観光紙。昔の FAX なんかはほとんど観熱紙でしたが、観光紙も熱によって変化します。ですから、一定量の熱を特定の場所に当てれば観光されます。つまり、金属であっても強い光を当てれば当たったところは熱せられ観光されます。仮に手が熱い人が金属板の上から手で文字をなぞれば、 中の観光誌に文字が転写されます。決して不思議なことではありません。その辺のことを巧みに利用すれば簡単です。ただ、前室の三船千鶴子さんや長尾育子さんが、わざとやったかどうかは知りません。多分、彼女たちは、感熱紙もフィルムも知らない人だったと思いますから、本人たちは、それが超能力だと信じていた可能性もあります。 まあ、世間というやつはいつの世もデリカシーというものがないから仕方ありません。バイカゴ島を次に予知能力を考えます昔は夜駅前の商店街のシャッターの閉まった店先でテーブルを前に置き椅子に腰掛けた占い師がよく見かけられました真面目に自分の将来を占ってもらおうという人は少なく 酔った客などが冗談半分に見てもらいからかっているのが相場でした。それはそれで占い師の方も心得たもので適当にあしらうのが普通でした。彼らの未来予知の方法としては星占いなどの先生術によるものと自身の霊能力により未来を予測するものの2つに分けられます。前の先制術は 過去のの統計を元にパターン解析すすするももですから科学的とも言えますただ科学的だから的中するとは限りません。それは経済学者が経済予想を外すのと同じです。100人見て数人的中すれば当たった人が友人なんかに「あそこの占い師は当たると宣伝してくれ」と評判になり商売繁盛となったりします。 まあ外れた人の方が断然多いんですがこれは占い師だけじゃなく祈祷師や呪術師なんかにも言えます原因のわからぬ難病が祈祷によって回遊した例はあまたありますが多分治らなかった場合の方が多いんじゃないでしょうかでも良い結果ばかりをクローズアップするのは人として当然でしょうそういえば昔の武将で次の 戦の予想をするのによく外す占い師に見てもらう人がいたそうです。つまり、悪い結果が出ても、こいつの占いは外れると気にせず、いい結果が出れば、そうか、と喜ぶ。という具合に良い方向に考えることが、結果として、良い方向に向かうというものだったと記憶します。それに対して、後者の霊感によって、未来を予想する霊能力者。 そういう人たちに疑いの目を向ける人も多いかと思いますが、鹿児島をは彼らには比較的肯定的です。というのも未来からのメッセージがあるかもしれないからです。未来から現在にとくれば SF では多機音が鉄板です。現在から未来へは何もしなくても勝手に時間が過ぎるので行けます。人より早く未来へ行きたければ 非常に高速で飛行できる宇宙船にでも乗れば、感覚的には時間が早く過ぎ、それに対し、自分の変化は遅くなり、従って未来へ早く行けたように感じになります。しかし、現在から過去に戻る方法は今のところありません。ありませんが、将来もありえないかというと、全室の多気温に乗れば過去に行ける可能性があるからです。 我々の知る時間軸を含む4次元空間の世界は過去から現在、現在から未来へと時間が流れますが多気温は未来から現在そして過去へと時間が流れると考えられています。SF では虚数字を含む4次元空間と 我々の住む実数字の4次元空間が同時に混在するという考えに立てば未来から飛んでくる多気音をキャッチする能力がある人なら未来が分かる可能性は十分あります。でもそれは本人にしか分からないことですから分からない人たちが何を言っても始まりません。最後はテレパシーです。テレパシーは自分の意思を。 言葉や手紙ではなく電波を送るように直接相手の心の中に送るというものです愛し合う恋人同士が言葉を交わさずとも相手の気持ちが分かるというのもテレパシーかもしれませんでもそれは感覚的なもので具体的な言葉ではありませんもし具体的な言葉としてのメッセージが送れるとしたらどうでしょうそんなことできるわけない そう思う思のが普通で,すでも、千年前の人が、現代にタイムスリップしたら、どう思うでしょうか。街行く人々が薄っぺらい、板切れを見ながら歩いたり、時には板切れに話しかけていたりする様子を見て、みんな頭がおかしいと思うに違いありません。現代人の我々は、薄っぺらい、板切れがスマホだと知っているから、不思議には思いませんが。 もしスマホも持たずブツブツ言いながら歩いている人を見たら千年前の人と同じように気味悪く思うでしょう。鹿児島はブルートゥースのイヤホンを耳に差し歌いながら歩く若者を始めてみたときあいつ頭おかしいと思ったそうです。広角機動隊では主人公のバトウの体はほとんどがサイボーグで オリジナルの脳がわずかに残るだけという設定で頭に埋め込まれた通信機で外部からの情報が瞬時に伝わるという設定ですが今後科学が発達し人の脳に直接電極を差し込み電子信号として背骨に沿って貼られたアンテナにインターネットを介して直接情報を送ることが可能になるかもしれませんそれもそう遠くない未来に そうなれば、千里眼も投資もテレパシーも可能です。念写だって、体の一部から電磁波を発することができれば可能です。そうなれば、みんなが超能力者となれます。いや、みんなが、そうなるんだから、超能力じゃなく、当たり前の能力となるわけです。果たしてそれが幸せかどうかは別にして。余談ですが、 鹿児島王は草薙元子のファンです。